皆さんこんにちは。ゼルダの伝説のプロデューサーの青沼英二です。この映像では10月22日に発売するゼルダの伝説トライフォース三重士をいろいろとご紹介していこうと思いますので、よろしくお願いします。ゼルダシリーズは基本一人で遊ぶゲームとしてね、作ってきてましたけれども、本作は、3人でマルチで遊ぶ、ね、そういうゲームを前提に作ってます。シリーズのマルチプレイといえば4つの剣が、ね、ありますよね。ゼルダの25周年の時にリメイクしてね、皆さんに遊んでいただきましたけど、トップビューでこう1画面にね、マルチで遊んでる人たちがどう動いてるか分かるっていうね、こういうマルチってゼルダならではの遊びだなっていうようなご意見たくさんいただいて、よしまたこういうマルチ作りたいなってずっと思ってたんですけど、なかなかそういうトップビューのゼルダっていうのは作る機会がなくて、ですけど前作でね、神谷のトライフォース2、これトップビューの 3D をですね、高さ方向にこう生かした遊びをいろいろ入れました。これ使ったらまた新しいマルチができるんじゃないかっていうことで、今回トライフォース3作ってます。4つの剣はね、4人で遊ぶものだったんで、で今回3人なんですね。紫色のリンクさんはいないんですけれども、さっき言った、高さ方向の遊びとかいろんな新しいものを入れていく中で、3人が一番遊びやすいスタイルだと開発の上ですごく手応えを感じているところですので、楽しんでほしいなと思ってます。遊び方としてはソフトを持ち寄ってローカルプレイはもちろん、ソフトが1本あればダウンロードプレイで遊ぶこともできます。もう一つの遊び方としてですね、インターネットのプレイに対応してます。でもインターネットプレイってどうやって謎解きするんだろうって疑問に思われている方も多いと思いますので、ここから実際のプレイを交えながらご紹介していきます。はい、ではゲームを始めます。ここね、ドレース王国というこの王国での物語なんですけども、街の中をねゆっくりこう紹介したいとこですけども、今日はもうまっすぐゲームに行きます。お城の中にね入ります。はい、ここに一人男の人がいます。これオールバック教っていうね、ゲームの進め方なんかをいろいろ教えてくれる人ですが、今日はまあこれはちょっとお話はせずにこうまっすぐ行っちゃいます。はい、ここがですねマルチプレイをする、マッチングのロビーですね。ここにおじいさんがいますんで話しかけます。まあ、今日は3人1組に向かねばならずと。で、ローカル通信、インターネット通信、ダウンロードプレイっていうこの3つから選ぶ形です。ローカル通信はね、みんなでこう持ち寄って遊ぶローカル通信ですね。それからこのインターネット通信、これはインターネットで遠く離れた人と遊ぶとき、でダウンロードプレイは、一つの、ね、ソフトでみんなで遊ぶっていう時ですね。この中から選んでもらうわけですが、今回はインターネット通信を選びます。はい、で、インターネットにつながるとですね、この見知らぬ勇者フレンドどっちを選ぶかっていうことになるんですが、このフレンド登録をしとくと、いつもの友達と遊ぶことができますけど、今日はですね、見知らぬ勇者、インターネット越しに実は開発スタッフが待ち構えてますんで、そことつないでみようと思います。はい、そうするとですね、最初にこの、エリアっていうものを選ぶ、これ全体マップがありますけど、この中からこう、選ぶんですね。一番最初のこの森林エリアっていうのを選ぼうと思います。で、特別任務っていうね、これも説明するとちょっと長くなっちゃうんですけど、これも選択できるんですが、今日は特別任務はなしということでいきます。はい、インターネットに接続しています。はい、これで仲間が合流するまでここで待つということになりますね。ここにトライフォースのマークがあったり、ここにキャラクターがいたりとかですね。はい、スタッフ1っていう人が入ってきました。入ってこうね、言われるんでこっちも入って。これがですね、コミュニケーションアイコンというインターネットプレイで自分の意思を相手に伝えるための道具ですね。はい、スタッフに入りました。こうみんなが一緒になったんで、はいなんて言いながら、よしよし、じゃあみんなレッツゴー、行こうよ行こうよみたいなことを言ったりとか、相手がなんかこういいことした時には、やったねみたいなこととか、
そういうあのコミュニケーションを取るためのアイコンです。さあでは、早速ゲームにスタートしましょう。よいしょ、ね、はい、スタートするんですけれども、今度はここの中でコースを選びます。先ほどエリアで森を選びましたので、その中のコース全部で4つありますね、これをですね、まあこれも一番最初のデクの森っていうのを選ぼうと思います。はい、そうするとですね、ルーレットってのもあるんですけど、僕はデクの森選んだんですけど、そうじゃない人もいたりするので、で、次はですね、今度服を選ぶ、どんな服でいくのか、これまだ2つしかないですけど、実際はもっとたくさんの服が手に入れることができるんで、今回はまあね、兵士の服でいこうと思います。はい、皆さん兵士の服でした。さあ GO ですね。でこのトライホースの文様でワープして、ゲームの、コースに入っていきます。で今ここにコースの中にアイテムが3つ置かれてます。今回はあのこれ見ていただくと分かるように弓矢なんですけれども、遊ぶコースによってどんなアイテムをそこで使うかっていうのはまた変わってきます。だから弓矢が1個だけだと違う、爆弾だったりとかいろいろなアイテムが置いてあるんで、自分は何を使おうかみたいなことをここで選ぶということになります。で最後に私は取りましょう。よいしょ、はい、取りました。でそうするとですね、3人ともあのアイテムを取ったので、今トライホースが光りました。あそこがゴールです。はい、ね、ここで扉が閉まってますよね。でスイッチありますけど、高いところにもスイッチがある。これ高いところにアクセスするのは今作の特徴のね、トーテムってやつをやります。はい、まず僕は赤い人を持ち上げます。で青い人に持ち上げて持ち上げてってやると、最大ね3段こうやって重なります。さあこの高いところにこの赤い人をですね乗せるんですね。で私中央ですから、私がやっと投げます。はい、あ、そうですね、ナイスナイスと。今度は青さんが私を投げてって言うと投げてくるんですね。でこう乗ると、で3人同時に乗って OK。 これが今作の高いところにアプローチするトーテムという遊びです。これがですね、さまざまなあのコースの中にネタとしてありますので覚えておいてください。さあ次行きましょう。はい、敵が出てきましたね。さっきは、まあ、敵なかったんですけど、今こうやられるとハートポロロインって出てますね。今ハートが2つ減りました。このゲームはですね、3人でハートが共有されます。まあこの辺が協力プレイのね醍醐味かなというところですけど、はい、はい、敵が全滅したのでゴールが生まれました。でここでまた3人で一緒に行きましょう。はい、と最初からここなんか狭い場所ですね。よくある衝撃反応スイッチという、剣で叩くとスイッチオンというやつですね。ここに今あります。やめて、そのね敵のところに投げるのやめて。あ、はいはい、大丈夫ですね。はい、だから敵のところ投げる、ひどいな。まあいいよ、まあいいさ。はい、ここ先行けないぞと。行けませんよ。でやめて、無理無理無理、それきっと無理だから、こっち来てこっち来て。ほらここにね、衝撃反応スイッチってやつがあるんで。よいしょ、やっ、当たりました。まあね、あ、ちょっと待って、ハート、ハート、ハート取っとかないとダメですね。この辺なんじゃない、そっちも、あ、ないか。じゃあ、まあ、行きましょう。うん、なんか、頑張れって、僕も頑張れってなんかこれ、冷静にならないといけないですね。はい、これはもう最後は、ね、ね、そうそうそう、ほら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 、
ほら、そうそうそう、はい、えはい、終わりました。まあ、割とあの私にはいとも簡単にやってますけど、もう開発中何度となくやったコースですのではい、これが、コースの最後のステージですね。そうするとですね、この宝箱が3つ置かれてるんですね。この服っていうね、ものを作るための材料が手に入るんですね。バズジェリーというのを手に入れました。これはあの今見てわかるように、あの箱の中身があの違うので、これかなと思うやつを自分で開けていくとレアなものが手に入ったりもした。じゃあこの後この服についてですね、詳しくご紹介したいと思います。街にね、あの戻りますね。ここにですね、マダムテーラーという服を作ってくれる店があるんで入ります。はい、店の中に入ってきました。ちょっとね、怪しいおばさんがいますけど、この人に話しかけてみます。この人がね、服を作ってくれるマダムです。オーダーカタログっていうのが出てきますね。ここでオーダーしてみます。さっきあのバズジェリーっていうのを手に入れましたんで、それを材料、その材料を使ってみましょうね。はい、このバズジェリーっていうのを使って作れるアモスの魂っていうのも必要ですけども、これで作れるコキリ族の衣装、これはですね、なんと矢を3方向に打てるようになるんですね。これを作ってみましょう。よいしょ、はいと、はい、なんだか怪しげな音が聞こえますが一生懸命作ってるってことなんでしょうね。はい、さあどんな姿になるのか。はい、まああんまり変化ないですね。同じ緑の服ですからね。こうやってあの3方向に弓打てるとね、あの1本だけだとなかなか当てにくいのが簡単に当たるんで、これをまああのうまく使ってほしいと思います。そしたらですね、せっかくですのでもうちょっといろんな服を作ってみましょう。この8ビットボーイなんだこの8ビットボーイとは。これを作ってみましょう。よいしょ、どんな、はい、四角いですね。ね、あの昔懐かしい8ビットキャラクターのような、お気になって分かるように、あのゲーム音楽まで8ビットになるんですね。こう鏡に映すこともできるんですね。こうやってこんないでたちになりました。はい、もうまあ見た目が変わるのに加えて、あの音楽変わって、ちょっとあの各ステージね、また違った楽しみ方ができますね。これもあんまりあのこの服を着てたからなんかちょっと強くなるとかあんまりないんですけどね。もうちょっと作ってみましょうか。はい、何を作るかというと、これですね、ブーメラン酋長。はい、さあ、おお、なんか本当に酋長らしい格好になりましたね。はい、見ていただいて分かるように大きなブーメラン投げてますね。ゼルダシリーズのブーメランって敵をですね、止めることはできるんですけど攻撃はできなかったんですね。でもこの大きなブーメランと攻撃することもできるので、これを使って、どんどんコースをクリアしてほしいと思います。はい、こうやってですね、コースをクリアした時に手に入る材料を使って服を作るんですけれども、少ないものだと2個ぐらい、ね、材料が必要で、多いものだと、ね、5個ぐらい必要だったりするんですよね。でその中でもあのレアな材料が必要で、それがないとあの作ることができないっていうものもあったりします、ね。先ほどね、あのちらっとお見せしましたけど、エリアを選択するときに特別任務っていうのをね、選べるようになってましたけど、クリア条件を変えた遊び方があってですね、それでないと手に入らないレアな材料っていうのもあったりします。そういうものを集めてきて、ここで服をね作って、それぞれがまたあのゲームの中でね、いろんな機能を持ってますんで、それを使ってまた次々とコースをクリアしていくと、そういう形で遊んでほしいと思います。はい、駆け足でご紹介してきましたゼルダの伝説トライフォース三重士、いかがでしたでしょうか。インターネット越しだとですね、どうしても声が届かないんで、ちょっとまどろっこしい思いするところがあるかもしれないですけど、先ほど紹介しました、下画面の、ね、アイコンを使って、自分の意思が相手に伝わった時ってね、すごく嬉しいんですね。それをね、まあ、多くの皆さんに体験していただきたいと思っています。よろしくお願いします。